ジョン・スタフォード・スミスジョン・スタフォード・スミスは、イギリスグロスター出身の作曲家、教会オルガン奏者、初期音楽学者、最初期の本格的なヨハン・ゼバスティアン・バッフ派の手書き原稿のコレクターの一人。彼は、1931年にアメリカ合衆国国家、正常期になった天国のアナクレオニエをティーンエージャーの頃に書いた。天国のアナクレオニエは、ルクセンブルクでも、 国家として使用されたことがある。スペイン語版の正常期は1919 19年にアメリカ教育省の要請により作成された。翻訳はフランシス・ハーフキン・スノーによる。ありがとうございます。